モンゴル時代の河北東下領。トーナルロは中央下部に位置する。モンゴル帝国初期のトーナルロは周囲の水色、紫色の部分も含むより広範囲な行政区画であった。トーナルロは中国にかつて存在した道。モンゴル帝国及び大元ウルスの時代に現在の山東省領城市一帯に設置された。モンゴル帝国建国の行進 ジャライル部族長のムカリを師祖とするムカリ国王家の10領であった。東大の州を前身とする。1220年に現地の大軍閥厳密が投降することで、モンゴル帝国の統治下に入り、この時点では、後の衝突路、大名牢も含む、州、県54を有する大規模な行政区画であった。1236年、オゴデイは、下北のモロディオ、小王。 君心に分配したが、この時、東なる一帯は、十十日の投下量として分配され、ジャライルブムカリ国王家に、主条兼一帯が、投下量として、分配された。その後、クビライが即位すると、東なる路内のジュルチェデー軍王家の特集、マングト軍王家のタヤン州、イキレス部、ブツケの監修、チグウ、ウマイエの牧州、アラクシ、ウマイエの高等州、 クシャウル、ジュスク家の総州は、トーナルロから分離して、中書省直属の州となったが、これは東下領を、道に準じる、州として扱う、建国の更新を始祖とする有力貴族への特別措置であった。結果として、ムカリ国王家の東下領とされていた主条県、東亜県、洋国県、神屋方、コトブキバリ、県、兵員県のみが、トーナルロとして残った。 主現象による、明朝の建国後、東なるロは、東なるフと改められた。東ナルロには六寺し、六県が設置されていた。なお、東亜県は、リの弟大寸一族の投下領として、設定されていたことが、原子に記録されている。原子巻に体操本に、八年秋月御子の維新、定民庫、捧ぐ大号頭目。 中原諸州民古文、玉物賞を、奇跡、末路だ、みこかつたん、馬赤く、甲州荒遣い、甲州家臣、国王さ、辣音、茶汗帯、期待心、猛古観察、アンアカなガンキなガン貨車受けらおもえ、波うとうなるふこないち玉物優佐、原子巻き95シリング44食家資産、うんさと当時、節前、五のへと、日のえ猿年、 文鉢多安州2万戸松田2010バイト、54ん ?56 ページ、松田 2010A、123から124ページ、原子巻き95シリング44食家資産、君臣僕家、はじむ国王、五の平と、日の絵猿都市、文鉢東なる39,019個、原子巻き58シリング10チリ市1、東なるろ、下、東州、また改め東なる軍。 また、高天平軍。総改め、東なる府。霊華南道。近霊三島在路。元大祖十五年。現実遺症徳。大名、寺、恩、広し、深し、勝藤。子三十番来期。もっちっ抗大、東なる、両集権五十四。実発、子田しずみため、東なる路間軍万古総関。行総関富士。集権女九、資源五年。伊藤大来三府。九年。 改め、下地相関府。都4万4731、口5万147、漁師1、県6、原始巻58、シリング10、チリ師1、東なる路6時市。県6、首条、下。ため、東なる地所。東亜、中。洋国、中。上、中。ことぶきばり、下。平因、下。資源11年、木剣の新陳祭。 高徳党四強分析補化族。明年、改め埼玉小江城、作中圏、霊、再明治、も、平院試しもあがた、なお族となる。厳始木九十五シリング四十四色化三、帯馬五群を五の兵と、日野江猿都市、文鉢となると和県一万個。沿遊六年、実う千六百七十五個、慶糸七百二十金。港南都省、資源十八年、文鉢、 招集路学まさけん1万7千個、継承428条。